ジフェニドールはベンジ類に水酸元を持った第三級アルコールに分類される有機化合物の一種である。医薬品として用いられ、鎮下作薬として内耳障害によるめまいの治療に用いられる。また、乗り物酔いの予防にも応用される。先発薬の商品名はセファドール。椎骨脳底動脈の循環を改善し、 水骨動脈の血流障害を起こした部位の緊張を寛解し、血流量を増加させるとともに、内耳神経の一つである前、庭神経路の調整作用を有する。塩酸塩の形で製品化されており、処方箋医薬品としては、内耳障害によるめまいや、嘔吐の抑制、及び外傷性等遺言運症患者の眼球浸透抑制を効能として承認されている。 一般用医薬品としては、乗り物酔い防止薬として配合されている。ジフェニドール塩酸使用の1日最大量は、医療用 150mg、一般用 75mg である。めまいの改善効果は、抹消性めまいで58.3%、中枢性めまいでは60%である。ジフェニドールには、抗コ,コリン作用があり、目内圧上昇を起こすため、緑内症患者は、 服用前に医師へ相談することが望ましい。同じく抗コ,コリン作用によって排尿困難を引き起こす可能性があるため前立腺被害に伴う排尿障害を抱えている患者も服用前に医師へ相談することが望ましい。他に口の渇き、食欲不振、胸焼けなどの消化器症状のほか不動感、顔面のほてり、動機などの副作用が見られる。 ラットに投与した場合の半数致死量は、蛍光投与で 515mgkg、皮下注射で 670mgkg、腹腔内注射で 82mgkg、静脈注射で 29mgkg である。また、ジフェニドールは血液のお関門を通過し、眠気を催すため、自動車や機械の運転は注意が必要である。さらに、 高度の腎機能障害があると、ジフェニドールの排泄が滞り、副作用発現の可能性が上がるため、重篤な腎障害のあるものへの投与は、禁忌である。ジフェニドール塩酸塩が配合された乗り物良い薬の、レジフェニドール塩酸炎上。ありがとうございます。